ーマー直角きどニョンニョンきょ日はザン・ディズニー・スティッチ・ザ・ムービーを読んでいきたいと思います今日は第9章奪われた試作品ですリロとスティッチが221号との別れを惜しんでいる頃今の電話が鳴り響いた電話だ 電話だ僕が出ますプリークリーが慌てて重脇に突進し途中でコブラバブルスの足につまずき、つんのめた。落ち着くんだ受け渡し場所をしっかり聞けバブルスが注意した。落ち着く。しっかり場所を聞く。よし、行くぞプリークリーは自分に言い聞かせるようにつぶやき重脇を掴んだ。もしもしこんにちは。どうも。一体重脇を遠ざけ、何とバブルスの方へ顔を向けて報告する。 ハムスターウィールだ。ウィールじゃなくて、ビールだ。純和機の向こうから、ハムスタービール博士がとなった。待ち合わせの場所を確認したプリークリーは、試作品を収めた容器を抱え、黒い車の助手席に乗り込んだ。そしてバブルスは運転席へ。東大に10分後だ。遅れるな。プリークリーは言った。運転席に着いたバブルスは、エンジンをかけようとした。ところが、かからない。そこで初めて、彼はエンジンにつながるコードが切れていることに気づいていた。 221号を探すためにバブルスの車で島中を走り回ったと、時のまま、リドとスティッチが放っておいたのだ。よりによって、なんでこんな大事な時にバブルスは下打ちをした。そうだ、あの赤いヘンテコな車で行こう。プリークリの思いつきで、二人は砂浜用の赤い温風カーに乗り換え、道台へ向かった。何は出かける用意を済ませ、ショルダーバッグを肩にかけて、今に入った。リドとスティッチは何を追った ゴブラとプリークリーはリロはお姉ちゃんに尋ねた。ジャンバーを取り返しに、東大へ行ったわ。私はお仕事よ。何は答えた。でも、リロは言いかけた。でもじゃないの。いい子でお留守番してるのよ。分かったわね。何はしゃがんで妹にキスをすると、ジープに乗って仕事先に向かった。リロとスティッチは玄関に出て、ジープが走り去ったのを確かめる。 そして顔を見合わせ、にマリした。その足で玄関前の階段を駆け下りると、バブルスの車に乗り込み、灯台へ向かった。バブルスとプリークリーの乗った赤いオープンカーは、約束の時間より早く、灯台へ到着した。灯台って素敵だね。夜になって、明かりがついたら、さぞかし綺麗なんだろうな。プリークリーは言った。いいや。もう何年も、明かりは消えたままだ。お金がかかるからなバ。バブルスは高い灯台を見上げて答えた。 二人は車から降りると灯台の前に突っ立ってしばらく待った。そろそろ現れるはずだが、バブレスが一旦止まった。上空にガンというの黒い宇宙船が現れ、二人の近くに着陸した。やがてハッチが開き、ハムスタービール博士が降りてきた。あれがハムスタービールもっと大きいかと思った。ブリークリーが思わず口に出した。私が小さいからって馬鹿にするな。それより例のものを持ってきたんだろうな。 ハムスタービール博士は拳を振り回しながら言った。ジャンバに会わせてくれ。ちゃんと連れてきたのかプリークリーが要求した。いまいましい科学者を、ここへハムスタービール博士は後ろを振り返った。手をかけられた円盤に足を拘束されたジャンバが現れた。すぐ後ろにはガンテの姿もあった。ジャンバ無事だったかプリークリーは顔を顔を輝かせた。涙の再開心はそこまでだ。乗り越りの試作品をよこしなさい ハムスタービール博士が拳を突き上げながら喚いた。プリークリはバブルスを見上げ、表情をかかった。バブルスが小さくうなずくと、プリークリはしぶしぶ博士の近くまで進み、石策の入った容器を地面に下ろした。ハムスタービール博士は容器の台にあるタッチパレンドのキー,ーを押して電源を入れた。するとコンピューターの声が言った。試作品、全623体、異常なし。623体だと一つ足りないじゃないか。残りは全部持ってきたと言ったはずだ。ごまかしそうにして。 そうはいかんぞ腹を取ったハムスタービル博士は拳を振り回してぴょんぴょんと飛び跳ねた。その時バブルスが上着の襟に取り付けた通信機に向かい。コード、イエロー待機しろと、情報員の一人に小声で話しかけた。だがバブルスの様子に気づいた者は誰もいなかった。一つぐらいカマバんだろう長い付き合いがあるんだからジャンバが笑いながら口を挟んだ。うるさいこの責任はお前にとってもらう博士はジャンバを隣につけ、ガントに見えてた。 ジャンバーを始末しろガントゥーは腰にぶら下げたプラズマ銃を素早く引き抜き、銃口をジャンバーに向けて。やめてプリークリーが叫んだ待って残りの一つは私が持ってるの少し離れた場所から別の声が響いた。リロの声だリロの後ろには作品221号を乗せた小さな寝車を見える。今も221号は逆さにした花瓶の中に入ったままだ。そばにはスティッチもいた。あれは何だ ハムスタービル博士がガントに尋ねた。地球の子供です。我々の邪魔ばかりする厄介な娘です。よくやったな、リロ。それを、それをあのネズミみたいな小さい生き物に渡しなさい。バブルスが言った。ネズミじゃないハムスターだハムスタービル博士はわめき、リロの方へ両手を伸ばした。さあ、よこせいやよリロは突っぱねた。渡しなさいそれ以外にジャンバーを助ける方法はないんだバブルスが促した。 でも私はスパーキーを助けたいの。バブルスは思わずサングラスを外し、まじまじとリドを見た。その黄色いモンスターに名前まで付けたのかそうよ。捕まえてからすぐにね。他のモンスターにも名前を付けるんだよね。リドはスティッチの方へ顔を向けた。スティッチは大きくうなついた。黙れ黙れそいつをよこせはい、ということでこんな感じですね。こんな風な感じ。これがスパーキーです。 ハムスタービール博士はわめき散らした嫌よリロはスパーキーをかばうように花びに両手をひ回したリロ言う通りにしなさいバブルスがきっぱりと言ったどっちの味方なのリロはバブルスを睨みつけた正義の味方さつまり私の味方だジャンバは横から口を出したバブルスはリロの前にしゃがむと言い聞かせように話しかけたジャンバを助けるためにそれに地球を救うためなんだジャンバを返してほしいのか 欲しくないのかどっちだよく考えて決めるんだな。ハムスタービール博士は、にやりと笑った。リロは考えた。そして結論を出した。あたし、決めたわ。どっちも渡さない。言うが早いが、スパーキーに被せた花瓶を持ち上げた。さあ、自由にしてあげる。花瓶から出されたスパーキーは、たちまち空高く舞い上がり、どこかへ消えていった。ジャンバーを助けてリロはスティッチに行った。撃て撃つんだ ハムスタービール博士がガントゥに命令する。ガントゥは、待ってました。待ってましたとばかりに、スティッチがけてプラズマ銃を乱射した。スティッチは発射されたグリーンのエネルギー構成を両手で受け止め、そのままガントゥに投げ返した。慌ててガントゥは身をかわす。その隙にスティッチは、ジャンバが足を拘束される小さな円盤を抱え、逃げ出そうとする。リロとバブルスとプリークリーは、黒い車の影に隠れた。安心していいよ。ここなら安全だから。 フリークリーが行った直後、ガントゥのプラズマ銃が黒い車を直撃した。その途端、屋根が吹っ飛んだ。コードグリーン、今だ、出ろ。バブルスが中心期ごとに別の諜報員に向かって叫んだ。次の瞬間、海中から銀河連邦の巨大な宇宙船が浮上して始めた。全先生の、全センサーの照進を標的に合わせない。スピーカーのスイッチを入れて、銀河連邦の女性議長はブリッジに立ち、部下たちに指令を出した。それから、ハムスタービラ博士に命令した。 ハムスタービール博士おとなしく拘束しなさいビィルじゃなくてビールだ偉そうな議長名先の尖ったおかしな襟の服を着てるくせにハムスタービール博士は毒好き、試作品の入った休憩の容器を転がしながらガントゥーの宇宙船まで運びをさせた。議長は表情をほとんど動かさず、部下に担々と命令した。攻撃用意突然、銀河連邦の宇宙船に取り憑かれた巨大な大砲がハムスタービール博士を狙った。キュー博士はグッとして声を上げた。 撃たないであの容器で生えてるのはスティッチのいとこたちなのリロは議長に必死に頼み込んだ。博士が攻撃を受ければ、試作品たちも巻き,込まれ巻き込まれてしまう、巻き,巻き添えを食らってしまう。いとこ近くの電柱のてっぺんでスパーキが呟いた。そして急降下するとハムスタービル博士に向けた大きな銃口の中に飛び込み、そのまま銀河連邦の宇宙船に入り込んだ。直ちに攻撃しなさい議長は部下に命じた。 リロの言葉には耳を貸そうとしなかった。だがその時すでにスパーキーが宇宙船の電気系統を次々に破壊し始めていた。623体の作品が攻撃されるのを防ごうとしたのだ。電圧が落ちました。発砲できません。部下の一人が言った。すべての機能が停止しました。別の部下が叫んだ。たちまち銀河連邦の巨大な宇宙船はバランスを失い、少しずつ傾き始めた。やがて岩壁にぶつかり、もも もたれ、もたれかけるようにして動きを止めた。ハムスタービール博士の頭には、作品を奪うことしかなかった。休憩の容器を転がしながら、黒い宇宙船で運び込んだ。ガントゥがハッチのそばに突っ立っているのを見ると、いつものように悪態をついた。ぐずぐずするなこの,の、のど豆ガントゥは、ムッとしながらも、黙って博士の後から、自分、自分の宇宙船に乗り込んだ。一方、ゴブラバブルスは、銀河連邦の宇宙船に向かって話聞いた。こちらは、ゴブラ、大丈夫か 全機能が停止しました。しかし、怪我人は出ていません。銀河連邦の部下の一人が報告。ジャンバーは自由みになった。よかった。家族が元に戻って。プリークリーがほっとした口ぶりで言った。家族だってジャンバーは考え、それからプリークリーを自分の胸にグイッと飛び寄せた。そうだ。私たちは家族がいた。リロはガンといの宇宙船に運び込まれた試作品たちのことが気になって仕方なかった。ねえ、あのカプセルにはスティッチの家族たちがいるのよ。 絶対に取り返せなきゃダメ。言うが早いが、リロはガントゥの宇宙船に向かって駆け出した。スティッチも迷わず走り出す。黒い宇宙船のハッチが上がり、入り口が閉まり始めた。スティッチはジャンプして、ハッチの先端を片手で掴み、もう一方の手でリロを掴んで引き上げた。そしてハッチが閉まる直前、リロとスティッチは宇宙船に乗り込んだ。リロ、待ってゴブラバブルスは後を追った。だが、すでに黒い宇宙船のハッチは完全に閉ざされていた。 バブルス・ジャンバ、そしてプリークリーは海辺の崖の上に立ち、空の彼方へ飛び去っていくガントの宇宙船を見送った。ねえ、今度はどうするのプリークリーが訪ねた。奇跡が起こるのを待つしかないな。バブルスはサングラスを外して、険しい表情でいた。ガントの宇宙船が飛び立つ直前、スパーキーも空気、取り入り口から船内に入り込んでいた。 だからそれに気づいた者は一人もいなかった。はい、終わりました。次回は第10章。チリチリになったカプセルです。はい。何どうなったんでしょうね。チリチリになったカプセル。カプセル。はい。ってことで。それでは、終わりたいと思います。それでは、終わるんや。バイバーイ。